こんにちは、直樹です。今日もね、大学の宿題やろうと思ってね、ビバリーヒルズにいるんだけどもね、今日はね、なんかね、イベントがあるんだよね。で、駐車場がね、やたらと使えねえなと思ったら、これだったんだね、その理由が。なんかアートの会やってるみたいだね。なんだろうね、これね。ほら、多分ね、これで、こういう風なね、現代アートだね、ほぼね、もうそのまんま現代アート、絵画とかのね、写真とか撮ってるけど、現代画っていうかね、の絵は私ほとんど撮ってないじゃない。で、現代化になるとね、私ね、ちょっとわからないんだよね。で、ヨーロッパとかの、中世の時の写実主義とか、ロマン主義っていうの、そういうのにはすごい興味があるんだけど、近現代っていうか、ピカソとかね、ダリとかの絵は好きなんだけど、最近のね、こういうな絵画は私は分かんないんだよね。だから、お金払ってね、なんて言うんだろう、その博物館の中に現代画があった場合は、もちろんね、お金払ってるから見に行くんだけども、現代画とか近代美術館ってなると、私はね、お金払わない人なんだよね。ちょっとね、私は興味がないんでね。だから、他のね、絵画とかのやつはちゃんと撮ったりお話ししたりするけども、で、これはね、ビバリーヒルズのね、ここはあっち側、北側住宅地ね。で、今日さ、ものすごくね、だから駐車場なんか止めんのね、大変だったのよ。バーッと進んでみようかね、フードトラックがあって、で、長いな、さすがにね、だからね、ビバヒルの駐車場に止めた時にね、なんだろう、このなんていうの、車のバンがすごかったの、本当に。で、今日、まあ何かはあるんだろうなって、バン使ってるからね、とは思ったんだけども、ここだったんだね。これどうやって行くんだろう、こう行くのかな。近現代っていうお話を私させてもらったけども、アール・ヌーボーの時期っていうか、まあそれでも、はい、でも私こういうのの好き、アール・ヌーボーみたいな感じの、こういうのは好きなのよね。で、盛岡のね、ベル、要するにびっくりドンキーの第1号店、入ると座敷になってて、座敷の上にね、アール・ヌーボー調のね、内装になってるんだね。なんで盛岡行った人にはね、岩手県の盛岡行った人には、びっくりドンキー1号店のね、ベルっていうところおすすめだね。すごいおすすめだね。で、食べ物、私あそこの大好きなんだよね。で、まだまだ続くね、続くな。これいつまで、どれくらいなんだろう。だ、こっちの北側が、住宅地だね。前、ドライブでね、家帰りますって言って、前いつも話してるけど、前住んでたところって本当にここのビバーヒルからすごい近かったからね。だから、ビバヒルの前の動画も撮ったけども、私こういう絵も好きだな、こういうのは好きだな。でも値段高いんだろうな。まあ、場所がね、ビバヒルだからね、やっぱり見に来ている人たちもジモピーの人たちになってくるわけだよね、きっとね。で、観光の人たちっていうのは、だからもう、南側のロデオドライブの方に集まるから、まあジモピーなんでしょうね。しかし続くね、続くね。これは私知らなかったな。イベントのやつとかもね、分からなかったからな、今日あるの。こちらがね、もう終わりのところだね、ロデオドライブのところだね。で、あ、これ観光の車だね、多分ね。ほら、ツアーの車だね。なんかね、ナポレオンのキラキラ光った絵とかもあるね、タコだね。あと、こっちがね、ビバリーヒルズの、住宅地ね、北ね、いつも話してるけども。で、こっちが南の方が、観光地で、ここの今のこのまま南に行くとレストランの方向だね、レストラン街の方だね。ちょっと今逆側に進んでんだけども、ほら、ランドマークのビバリーヒルズっていうものだね。文字だね。あの白い変な車は何だろうね。あ、見えなくなっちゃった。あ、見えるかな。ほらほらほら、あれなんだろう。
で今のね、絵画展はこのロデオドライブで終わりみたいだね。スタートが結構それでも歩いてきたよね。だってほら、視聴者がまあ影では見えないんだけども、あ、ほらランボルギーニ、ほらビバヒルを感じるよね。っていうかね、見てわかると思うけど、ビバヒルだからね、あれは BM でしょ。で、あれ多分、あれはなんだろうね。まあこれ多分マスタングだよね。まあビバヒルだからね、金をみんな持ってるわけですよ。まあとりあえずね、この絵画展みたいなのは、ロデオドライブまで、視聴者から、ビバヒルの視聴者、要するにビバヒルの、ビバリーヒルズコップとかね、あるところから観光地のね、ロデオドライブの動画はもう何度もね、ポケモンゴーの時も撮ったから、これもすげえな、この警察車両、装甲車だよね。まあね、ビバヒルに来たらね、車見るだけでも楽しいと思うよ、本当に。いろんな車走ってるからね、こうやって、ほら。まあそういうわけでね、本日の動画はこれで終わりにします。おやすみなさい。